効果的な学習方法のやり方について解説をします。こんにちは、三浦ひろきです。あなたがですね、企業スクール、何かね、企業スクールに入った時に、まあ、その効果的な学習方法についてね、お伝えをしていきたいなというふうに思っております。で、まあ、私の場合ですと、まあ、ウィナーズクラブっていうですね、企業コミュニティをですね、主催してまして、まあ、実際にですね、参加された時に会員サイトっていうのがあるんですね。でそこで、まあ、たくさんのですね、あの動画コンテンツっていうのをね、学ぶことができます。ただ、まあ、その会員サイトね、まあ、正直ね、あのかなりのコンテンツのボリュームなので、どういうふうに学んでいったらいいのかっていうところを今日ねお話をしていきたいなというふうに思っているんですけど、まずねおすすめの学習方法としては、そういった、全てのコンテンツを、まあ、一通りですね、まあ、即習という形でバーッとねこう見ていくっていうのが、まあ、一つのポイントになってきます。で、あのまずなんでそれが必要なのかっていうと、こう一通りこう見ることによって、まあ、これからこうあなたがね、やっていくビジネスの全体像の把握ができるんですね。あ、こういった全体像だからどこに向かっていけばいいのかっていう把握ができるようになります。で、あとはですね、こう脳みそっていうのはこう一度ですね、こうインプットをしますよね。で忘れますけれども、実際にこう必要な場面になった時にまた思い出せる、そういった機能があるんですね。あの時あそこでああいう風に言ってたなっていう風に一回インプットをすればですね、また引き出せるんですね。つまり引き出しに情報を入れておくってことですね、なのでまず一通りインプットをすることによって、そういったねたくさんの情報を引き出しに入れるので、それを引き出せる状態になるということですね。まあ、全体像をそうやって把握をしていきながら自分がですねこう進んでいく、例えば、まあ、ファーストステップとして情報発信のコンテンツっていうのをもう一回ねしっかりと、じっくり見ていくっていうことですね。まあ、本に例えるんだったら目次のところを、ね、しっかりと見て、さらには本のね、全体像をこうね、まあ、パラ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 ね、見て、まあ、なんとなくこういうことが書いてあるんだっていうのを把握して、そこからですね、必要な箇所、自分が実践ベースで必要なところをしっかりとですね、読んでいくっていう、そういった、やり方をしていくといいかなというふうに思います。であとこの効果的な学習の、ポイントとして、あの動画はですね、なるべくこう 1.5 倍速だったりとか2倍速で、倍速でね見れるような訓練をしていくっていうことが非常に大切になってきます。で 1.5 倍速とか倍速だと早いっていうふうにですね感じる方もいるかもしれないですけれども、それっていうのはやっぱり訓練なんですね。訓練、なので僕自身もやっぱり常にね、あの倍速で聞いてまして、じっくり聞きたいっていうのは、実際ね何回もこの箇所ちょっと自分納得いかないなっていうのは繰り返し見たりとか、まあ、その 1.5 倍速にしたりとかね、するんですね。それによって時間のね効率っていうのがやっぱりどんどん上がってきます。特に副業でね、ビジネスをねやられてる方っていうのは、まあ、時間限られています。もちろん起業家もそうですね、人間っていうのは時間だけは平等に与えられてますので、その時間を有効活用してより学習をしていくっていう必要がありますので、まあ、なるべくこう倍速でこう、ね、インプットの量とかも2倍3倍に、ね、していくっていう必要がありますので、まあ、そういった、ね、訓練をぜひ、ね、していただきたいなというふうに思っております。まあ、ぜひ、ね、それらのことを、ね、実践していただければなというふうに思います。では本日はですね、効果的な学習のやり方について解説をしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。